アメーバブログ、アメーバブログ、略称、アメブロは、サイバーエージェントが提供する、レンタルブログサービスである。各種調査によると、日本で第1位の規模のブログサービスである。アメーバ全体の会員数は2012年時点で2000万人。ブログのアクティブユーザーは2009年11月時点で、約115万人、月。 日本のユニークビジターは2009年11月時点で220万人、月。ページビューは2億3000万、月。その他の調査でも3強と言われている。女性の比率が高い、約7割と言われているが、実際の男女比率は5、5である。2011年6月末時点で、会員数1、645万人が登録している。メディアミックスなど、 クロスメディアの手法を使って、マスメディアと連携し、ユーザーやページビューを増やしてきた。実録鬼嫁日記や、キラキラ研修医は、ブログが書籍化され、後にテレビドラマ化された。芸能人や有名人など、タレントブロガーの多さも売り物である。ミスキャンパスのブログ、芸能事務所ごとのブログスペースなどを設け、管理している。また、原宿アメーバスタジオを持ち、 毎回著名ゲストを呼んで公開生放送によるウェブ配信を行なブログと連動させている。アメーバブログの管理ページにマイページというものがある。そこでブログのランキング、読者登録したブログの記事などを確認できる。通常のブログ更新機能の他に利用者相互のコミュニティを図るために様々な機能が用意されている。機能のあるページはすべてマイページより、 アクセス可能。自分が記事を読んだことをブロガーに対して伝える方法である。一度クリックするだけで自分の ID が名簿に追加される。登録ユーザーたちが作り出したコミュニケーションの中にペタのお礼として自分も相手の記事を読みペタを返すという方法が流通している。ペタは自身のアカウントにも付けることができる。ペタ帳のキャラクターは次の通り。 読者登録に関しては、自分が気に入ったブログを相手にメッセージを添えて読者になるという機能で、こちらも登録ユーザーが作り出した読者登録会社のコミュニケーションも頻繁にやれている。また、読者機能と同じようなチェックリスト登録だけというのもある。また、アメブロ以外にも更新状況を配信しているブログやニュースもお気に入り登録することができ。 更新情報も届くようになるなどの機能もある。記事や画像や動画を特定の人に限定公開する SNS 機能である。2007年8月29日開始。画像や動画をアップロードしていろんな人やアメンバーに公開する機能。アップロードした画像をブログにも貼り付けることができる。ただし、画像が正常に読み込めないタイトルの編集を行おうとすると、 必ず一度は失敗すると、その他様々な不具合が発生しやすいという仕様になっている。口コミ番付運営局というグループが毎週ブログのネタとなる話題を提供している。アクセス数などに基づいたブログランキングを実施。月間ランキングの上位に入賞したブロガーには報酬が支給される。報酬の支給は当初は現金。 一部ランキングは商品だったが、後に換金可能な仮想通貨に改められた。ツイッターのようなアメーバ用つぶやきサービス。2009年12月にスタート。2017年11月6日をもって、サービス終了。アメーバ内容のスマホアプリ。2012年5月にスタート。2017年11月6日をもって、サービス終了。アメブロのプロフィールページには、 長らく自己紹介用の質疑応答欄が設けられていた。しかし、2018年4月18日に、プロフィールページが大幅にリニューアルされて簡素化。これに伴い、質疑応答欄は全て撤廃された。タレントブロガーの多さが、売り物のアメーバブログでは、専門の検閲、監視チームが24時間体制で彼らのブログの管理にあたり、 炎上の原因となり得るコメントの削除やタレントが投稿た記事のチェックを行っている。以下にアメーバブログでのコメント管理にまつわる主な事例を挙げる。2010年1月1日未明にアメーバブログ内の芸能人ブログ約450件の ID、パスワードなどが外部に流出した。複数の芸能人ブログにお年玉画像が表示され、そのリンク先にて 当該情報が記されたファイルが配布されていた。2011年12月24日、第三者による不正アクセスによって、ブログ利用者の5万人の ID が大会状態になった。それに伴い、ブログが消えてしまう、更新できないなどといった被害が発生した。なお、サイバーエージェント側は不正使用や個人情報の漏えいはないと主張している。 アメーバブログ側の審査を通過し、オフィシャルブログとして登録されている、著名人のブログについては、タレント、有名人ブログ総合インデックスから見ることができる。電動入りしたブログは、ランキングの対象外となる。電動入りと似た、MVB、Most Valuable Blogger。当初は、Most Valuable Blog というものがあり、これに認定されたブログは、電動入りと、 同じくランキングの集計対象外となるが、ランキングの上部に表示されるようになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。